バルチはアメリカ海軍の駆逐艦。エールウィン級駆逐艦の一隻。艦名はジョージ・バルチにちなむ。バルチはペンシルベニア州フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・アンド・サンズ社で寄港した。1912年12月21日にグレース・バルチによって命名、浸水し、1914年3月26日に艦長 DC ・ハンラハン少佐の指揮下収益する。 バルチは、大西洋艦隊水雷小艦隊と共に、数ヶ月間任務につき、1914年7月24日に、ニューヨーク海軍交渉で、予備役となった。任務の中には4月28日から5月3日までの、メキシコ水域での活動も含まれていた。12月17日に、現役復帰し、大西洋艦隊に再合流する。アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦する。 前に中立パトロールを行っている。1916年10月8日、ロードアイランド州ニューポート沖でドイツ潜水艦に沈められたイギリスの帰船ステファーノの生存者を救助した。アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦。するとバルチはヨーロッパに向けて出航、1917年11月17日にアイルランドのクイーンズタウンに到着した。 クイーンズタウン戦隊に配属され、戦団後 A 任務に、10時、1918年11月16日に、帰国の都に着いた。1919年1月1日に、バージニア州のオフォークに帰還、通常任務に置かれる。1921年後半に、大西洋駆逐戦隊に配属され、1922年4月まで、東海岸沿いに巡航する。 1922年6月20日にフィラデルフィアで予備役に置かれ、1933年11月1日に除籍、1935年にスクラップとして廃棄された。ありがとうございます。